どうかその希望の種を私たちに見せてください。第一次アスニアプロジェクトの結果、セブンテーマズとレッドシフトの AI が未知の新物質スターシードを発見したとのことです。本コンソーシアムによりますと、スターシードは人類文明の発展を数世紀も早められる画期的な物質であり、これにより人類は新たなユートピアを迎えられるとのことです。アスニアプラットフォームはスターシードの力でとうとう飛躍的な発展を遂げることができました。ではアスニアプラットフォームで次世代 AI モデルをご紹介します。これでセブンテーマズは人間の価値を守護し、最も優秀な演算能力を持っているレッドシフトは人類の未来を完璧に予測するに違いありません。なお私たちはスターシードの力を利用し、新しいエネルギー革命を導きます。ここでその結果を公開します。いよいよ我々人類は夢見ていた完全なる未来を。ついに始まったみたいね。レッドシフトが計算した終末の未来、その結果を変えられるのはあなたしかいない。どうか私たちの希望を、アスニアプロジェクトを完成してほしい。最優先警護対象を発見。ただち警護対象の有機体活動、本当に人間す、ご無事そうで何を。あ、これは失礼。私はマナ、リメリットから決まっ。私も、オーロラもいん。人間様のお名前は？確認いたしました。それは？レッドシフトの関係者の皆さん、どこに違う？うん、のんびりお話をし、マナ様、オーロラ、お二人は脱出系。お任せください。オーロラの。それではアーキテクト様。その機械体はレッドシフトについて。レッドシフト、
今から君をスターシードは破滅の君にしか。アーキテクト様、了解しました。マナ様、アーキテクト様と、この先に建物の自爆。あ、お姉ちゃん、お二人とも無事。マナ様、オーロ、急にどうされスターシ、わかりました。セブンテーマズレッドシフト、戦闘に入ります。ちょっとだけ待ってね。致命傷を狙う。ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。私の力で未来を切り開きます。最適の戦術とはこれです。前段発射。あらら、この一発で終わらせるね。百発百中よ。大丈夫です。負傷部位はか。外皮の損傷率はスターシード。質問の意図が分かる。警護対象。人間さ、それが。そうですが、レッドシフト。アイレンさん。お二人とも任務の進行に。もちろん。アイレンさん。私はに。パワー。そうです。一緒につ。アーキテクト様。はっ。はい。アーキテクト様。私が先。わかります。ええ。完了しました。オーロラが助けてあげる。見事な配置です。射撃開始。ファイヤー。よっ。ファイヤー。ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。調整列、射撃開始。あらら、超精密射撃。アーキテクト様の意志とシンクロした私に簡単に勝てると思わないことです。それにしてみんな今このお二人とも落ち着。アーキテクトさ、ダメです。準備。はい、私たちマリルライ。マジか。あら、感情的。早くし、そうです。アーキテクト様。はい。
ダイナミック調整列と、あらら、百発百中よ。アーキテクト様の意志とシンクロした私に簡単に勝てると思わないことです。